本日はですね、ちょっと BD が周りで話題になりまくってるので吹きに来ました。はいはい、ということでね、こんな感じでございます。BD たちです。人気なんでちょっと本数が少なめなんですけど、1本ね、選定品も入ってるのが楽しみなんですけども、僕今まであんまり BD、これ 4ですね、今日は BD4 なんですけども、あんまり上手に吹けないんで、まあ、いつか吹けるようになりたいなと思ってこう来るたびたまに試したりとかしてるんですけど、今日うまく吹けるかどうかちょっとまだ分かんないんですけども、なんか自分の中で考え方とか音の捉え方が変わっていれば、あれ合うなと思うことも出てくると思うんでね、そういうのもちょっと楽しみにしながら吹いていこうかなと思います。特徴なんですけども、このB40 とかと比べて、このサイドのね、こう刻みがなかったりとかして、なんだろうな、つるんとしてる印象でございます。はい。ちょっとあまりにね、ブラックダイヤモンドについて説明がね、少なかったので、こちらで補足していきたいと思います。ブラックダイヤモンド、通称 BD はバンドレーシアンが出しているマウスピースのことでございます。2015年に最初に発売されたのが BD5、 2019年に BD4、 BD7 と発売されました。発売当初から評判が良く、吹きやすさ、音色のムラのなさ、そして高音域の豊かさなどが評価されてきたように思います。これはオープニングやフェイシングに加えて内部のね、削り方も工夫されているらしいという噂を入手したんですけど、これちょっとわかんないです、誰か情報を求む。今回試したのは BD4、 数値的に見ると M30 と 5RV ライアーの合いの子くらいの子でございます。 BD5 に比べるとやや開きが大きく、フェイシングはやや長いというタイプでございます。 BD 系のマウスピース何回も結構トライしてきたんですけども、なかなかね、上手に吹けなくて、で今回はどうかなという感じでね、ことあるごとに試しております。というのもプロ感で結構ね、流行っているマウスピースなんですね。流行りに目を背けちゃうと自分の音だけ置いてきぼりになってしまうような感覚があるので、吹けようが吹けまいがちゃんと試すようには心がけています。多くの楽器屋さんでね、こうやってマウスピース試奏させてもらえることができるので、ぜひね、皆さんも恥ずかしがらずにね、マウスピース試させてくださいって楽器屋さんに言うと、大体心よく試させてくれるんじゃないかなと思います。その際にはね、取り扱いに注意するように気をつけましょう。歯とか当てないようにね、気をつけると大丈夫だと思います。こうやってね、音の流行やりとか試したいマウスピースをちゃんと吹くっていうのはね、大切だと個人的に思っています。ということで本編どうぞ。 BD でございます。いや、ちょっと吹いてみます。気にならないのかな。こうやって B40 今まで使ってたやつです。けど僕はこっちの方がよく感じちゃうんですよねっていう話なんですよねっていう、なんかちょっとほえって感じに音は感じるんですよね。 BD
微妙に面白くない気がしてますが、どうですか。あとで録音聞いてみて判断したいんですけど、微妙にね、なんかね、これ一応選定品のやつなんで、もう数ある中からいいと言われているものなんですけども、これがねうまく吹けないとなると、僕の吹き方が合ってないとかいう話になってくるのかなっていう気がします。解決するのか、もうずっとこうなのかっていうのを受け入れてやっていくしかないのかっていうのが判断がね難しいところなんですけども、いやーなんかこうピンとこないな。このマウスピース選ぶときって時めきって大事だと思うんですけど時めき、はい、なんかときめき少ないんですよね。いいマウスピースというのは分かるんですけどね。いやこれはね、僕が吹く才能がないんですわ。こっち B40 です。ときめきあるんだよな、こっちの方が。本日の D チャレンジ、失敗というか合わず、またもや合わずでした。なんとかね吹けるようになれば楽しそうなんですけど、もうちょっとなんか考える必要がありそうっすね。 BD5 の方がいいのかな。これ今回4だ BD4 だったんですよ。なんでちょっと BD5 とかも視野に入れつつですけど、周りでね評判いいのは BD4 なんですよ。まあ、5もあるんですけど、4もね、評判いいんですよね。なんでだろう、吹けないな、上手に。ということで、本日の動画、こんな感じ。バイバイ。